疲れました。疲れましたね。疲れました。ああ、そういえばあのこの間予想動画で今話題の入賞券。入賞券町中華。じゃじゃーん。あれなんかちょっとコメントでもあった気がするけど、ね、ステッカーにしませんかっていうのは欲しいのかね。まあネタとしては面白いんじゃないかなっていう気はするけど、欲しいって言ったその一人の後ろに物を言わぬ人たちが何人ぐらいいるのか。いやもう1000人ぐらい買うんじゃないですか、やっぱりあれだけ予想動画大好きな人たちが出るわけだから。ステッカーって普段買う人？絶対買わないです。だよね。でもまあなんか前言ってたみたいに配るとか、そうそうそう、配るとかはさっきとか、ね、すぐ思いつくしみんな嬉しいかなと思うんだけど、うん、でも買う人は別に平気で買うんだよねステッカーね。なんか F1 ライフロゴのステッカー欲しいっていうね声もあったりしたし、いるのかなと思うけど、まあ欲しい人は欲しいかもしれないです、うん、自分の中にこう全くないんで、多分貼る目的で買う人はいないと思うんですけど、ね、だからどっちかというとビックリマンシールみたいな、はいはいはい、コレクターアイテムみたいな、何が出るかなっていう、そういう意味では入賞券だから、入賞券は満席だけど1席か2席しか入ってないんでこの2席に入る人誰かなで当たるみたいな。ああそういうこと。ああ角田だやったみたいな。何でも上手いんだよみたいな。入賞券 の店構えをシールにするってこと。入賞券のステッカーありで誰が入るかみたいなビックリマンシールみたいなのが角田とか、まあ、名前出したら怒られるから、うん、それっぽい人ね、うん、まあ画伯だったらどれ書いてもか、それっぽい、そうだね、うん、それっぽいにしかならないから、うん、これうちの子ですよねって言われることはまずないよね。え、似てないですよ。似てますっていう。まあ入賞券をでかくしてこれをなんかベースのセットキットみたいな感じにして、でそこにステッカーが2枚とか3枚ついてくるみたいな。それから10席あるから10席ちょっと10席ってことは、まあ、10台書かなきゃいけない。タッペンとかはもう自動1位とか自動2位の人はもう入ってる最初から。ああ最初からね、指定席みたいな感じ。なんかそのドライバーとか車はなんとなくステッカーで、ね、まあもらっても、うん、まあ普通に、ね、レース行ったらもらえたりするから、入賞券どうするかね。入賞券ステッカーまあなんかスタートキットみたいな感じで台紙でもいいですけどね、入賞券は。あ、ちょっと硬いやつね。あ、硬いんだとあれはあのなんだっけ、アクスタ。あー今流行るの。今流行るの。あ、もういいんじゃないですか、入賞券アクスタ。アクスタを作っちょっと大きめで作ってこんなでかい、うん、アクリルだからほらシール貼ったり剥がしたり、まあ、貼ったり剥がしたりできるかどうかわかんないけど、まあ、ついてきたステッカーがここに入ります、ね、そう自分が貼りたい人を貼って、うん、次入賞するのはこの車みたいな。いいんじゃないですか。どんなアクストだって。入賞券やつ、サザエさんの家みたいなものか。ちゃっちゃーらっちゃーんってやつ言っちゃうんですよ。ちょっとシュールですね、うん、家のアクスタ 100か0かみたいな。家のアクスタシュール。だからあの米安太郎のこのアクスタ、普通はそうなんでしょ、アイドルとかのやつって。そうそう、スタンドだからね。そうそうそう、人のそうキャラクターのやつだから。入賞券と太郎米安太郎立ってるやつとこに何台か来るみたいなのがいいんですよ。あれでしょうか、オンラインミーティングに来てくれた方の特典とか、まあそれでもいいし、まあ、ステッカーステッカーで別に、うん、配る用はまたなんか別でスペシャルバージョンで作ったらいいと思うんですけど、入賞券いっぱい欲しい人はいっぱい買ってもいいですから。入賞券アクスターと、まあ、ステッカーが2、3枚ついてますバージョンと、ステッカーはステッカーで、うん、なんか別で売ればいいんじゃないですか、ステッカーだけ欲しい人。まあじゃあそれ仕上げは MC のこと。いやもう MC がやるでしょ、うん、そこは。まあ適当にバーッといっぱい書いて渡して、うん、でそれをベースにシールっぽくして、うん、そしたらまあ入賞券は、まあ、横向きの車がいいけど、そうじゃないやつは別に正面から見てビックリマンチョコみたいな四角で、ね、そうそうですね、うん、まあ、横か正面しかないですからね、画角的にはね。斜めない、微妙な角度ってだいぶ難しいんだよ。持参とかないから、ね、あくまで太郎画伯ステッカー、太郎画伯入賞券ステッカー、別に F1 とは言ってませんっていう、うん、
だからいつもの予想の線画じゃなくて、ちょっと壁紙してのちょっと色つけたりっていうね、うん、でかつ似せすぎないようにね、まあまあ似てないけど、まあ、似てないけど似てんじゃん一発で分かんないと、これはこの子誰だよ言われなくて番号を伝えてなきゃ分かんないし、番号書いてあっても F1 マシーンには見えないから大丈夫ですよ。F1 予想で出さなければ大丈夫ですよ。それは結構いいじゃないですか。オッケー、じゃあちょっとやってみましょう買ってくれるじゃないですか、買ってくれるかな、予想のたびに買ってもらう、まあ、夏バージョンとか出てくる、うん、あ、いや、だからみんながその入賞券で、うん、だから 10ギリギリお店に入れる人を貼って写真撮って、まあ、インスタとかツイッターにアップするっていう風に習慣、ハッシュタグ入賞券、入賞券っつってで広めてもらうっていう、最近トレンドに入ってんじゃない入賞券みたいなこれこのこのアクスタどこで売ってるんですかみたいな入賞券アクスタ、入賞券アクスタうまくいけば第2弾第3弾、まあ、うまくいかなかったら1弾で終わると、全然終わると、いやそんなことないはずです、なんか手応えがあるってことね、全然ないですけど面白いかなと思って面白くないという意味だったんですね。まあまあね、真面目に完全に面白い方に振ってる企画ってことね。M さんに連絡して。そうだね。じゃあ太郎さん書いてもらって。やっぱりせ。じゃあ10台と入賞券と。入賞券と。でプラスアルファと。プラスアルファと。1時間後。それはちょっと MC じゃない。いつもやってますよね MC。うん、MC にはね。MC はそういうのが嬉しい人だからね。じゃあ明日。稼働時間の明日というかね、時差がちょっと大きいからね、バンバン進めていかないと、はい、了解です